無沙汰しております。ですね、どこぞのですね、モーボバと違ってですね、案件じゃない放送第1弾、私ですね、暗黒放送のピチピチ横山と申します。もっと略すと、ですね、先ほどですね、どこぞのですね、グラサンかけた女がね、かそね、叩かれたものがさびわかして、あの人やばくないとかね、あの勝手なこと分か何も分かってないくせになんとか言う、あの人やばくないって言ったけど、お前が一番やばいんだよ、グラサン女な。サブ分かり下ネタばっかり言って、私の丸まずあそこ臭くないとか、てめえが自体が一番臭いんだから消えろよ本当に。というわけでですね、オープニングからね、悪口全開のですね、あの案件女にね、あの俺のことやばいってい う資格はないと思ってますんで、やっていきたいと思います。あ、ギフト、これあのね、プレステ4からやるとギフト切れてます。今私パソコンじゃなくてプレステ4から配信してます。そうすると先からもうギフトもないし、あのクリションももらえません。これからプレステやろうかな。これゲーム案件じゃないよ、うん、つまらんかったら途中でやめます。このゲームダウンロードしたけどずっとやってなくて、つまらんかったらやめます。いきなり下品だって。おいおい、もっと肩の力抜けよ。固くなっていつもそれだってコメントがさ見えないじゃん。全部が全部案件やってさ、ね、俺の悪口言うとかさ、とんでもないグラサンクソ女だよマジで。消えろマジでな。あんまり言うともう本当俺イラついちゃうからね。あの人何も分かってないくせにやばくないって。お前が一番やべえわ。こっちをモニター越しにじっと見てる忍びの重鎮だけで結構。みんなこのゲームどうなる。ガチンコチンだなんて学生のイベントとして、いや、おすすめされ、おすすめで見たんだよこれ。夏の7年前のゲームで。ははミスター K、 ド頭から飛ばしすぎよ。案件はありません。これどんなゲームだこれ。ミスター K、 イエス総理。さあ、最近の異常気象で季節は夏真っ盛り。どんなゲーム。あとは主役の少女たちを待つばかりという状態。ミスター R って誰。ミス R って誰。さあ、最近の異常気象で季節は夏祭り、夏真っ盛り、あとは主役の少女たちを待つばかり。では早速彼女たちをお呼びしましょう。これクソゲーなのかな。運営スタッフ、ヤブミを飛ばしてください。はい、一斉に飛びましたね。背景に TBS って書いてある。何これ。ミスは、はい、一斉に飛びました、ね、では中継です。では中継、少女たちの日常を覗いちゃいましょう。何のゲームだこれ。どうぞ。わからん。いや本当に初プレイ。この番組は驚きと感動を世界に届け、新しいエンターテインメントの創造を掲げる株式会社マーベラスの提供でお送りします。これ案件じゃないからな。これマーベラスさんの案件じゃないからな。これ案件やらないでってツイッターで言ってるから。これ案件だったら俺やらないわ。案件やったらリスナー売るってことだな。これ何、これ全然わからん。これシングルスプラッシュでいいのか。意味がわからん。これ一人だ。アニメが始まった。やったー。冷たい。サンキューユミチン。これサンジさんのナイトプール配信じゃないんだ。どういたしまして。ほらほらブラッチ、冷たくて気持ちいいでしょ。よせ。みんな楽しそうじゃの。真冬に屋上プールを楽しめる機会などそうそうありませんからね。初めこそ異常気象だなんだと騒がれていたけれど、これだけ続くと受け入れて楽しむしかないんじゃろうな。そうですね。それにこの暑さ以外は平和な日々が続いていますし、こんな穏やかな日々こそがわしたちが忍びとして守っていきたいものなんじゃろうな。ええ、そう思います。ですがユミ、どうかしたのか。穏やかで平和で充実した日々、それには満足しているはずなのですが。これユイガゲームじゃねえだろうな。でも少しだけ、ほんの少しだけ。44歳がプレイしてんだよな。少しだけ、もっと刺激的なことが起きないかなって思っちゃってます。これは、何これ。
ごく行きたいんだけど。いやいや、ちゃんと修行をこなさないと脱出は不可能っす。休憩。私塾月仙女学館忍び学生各位皆なる炎暑の日々が続き、このままでは眠る山さえ飛び起きる。さらば覚ますが忍びの定め。全然ストーリーが足りないよ。貴殿を PBS に招待する。 PBS？ 何のことでしょう。わからないですけど。何 PBS って。でも何かワクワクしてきませんか。意味は？きっと何か刺激的なことが待ってる、そんな気がします。行きましょう皆さん。何やってる。どんなゲームだよこれ。初プレイです。ちなみにオープニング君だけのハートめがけて弾け飛んだ胸の鼓動をその両手で受け止めて眩しい虹をかけてゆく My darling 誰より一番じゃねえぞこの野郎。どうせ今誰にしようかなとかさ頭の中でさ考えてたんじゃないの、見てるリスナーは。なあ、誰を選ぼうかなとかさ。これ始まったの。ああ、私もみんなと一緒にダンスしたかった。でミスター K、誰ミスター K で。そもそもどうして私が司会なのよ。どう見てもあっちサイドの人間でしょ。ただいま不適切な発言がありました。大変失礼いたしました。どこが不適切なのよ。おっとっと、忍びの少女たちが続々と会場に召喚されてきているみたいだ。おうおう、いいねいいね。若くて甘酸っぱい匂いがあたりに充満してきたぞ。なんか引っかかる言い方ですね。もともと若くて甘酸っぱい匂いは充満していましたけど。売れた匂いの間違いじゃないのかい。はっ、はっ。さあ気を取り直して。いや明日旅部だからそんなにはまらない。会場に登場した少女たちの様子をカメラで追ってみましょう。どういうゲームなのこれ。初プレイだ。マジ上がるよね。ちょっと何ですって。どうするの。ここって一体どこなんだろう。アスカ、ここってどこなんだろう。ヒバリたち河原にいたのに。私たちも同じだ。状況が全くつかめん。本当に俺もつかめません。あのヤブミ、誰の仕業なのでしょうか。わからんな。ただ
これだけの人数を瞬間移動させられる力。エロゲーじゃねえだろ、まさか。ただものではないということだな。プレステ4だからエロゲーじゃないと思う。あ、おかしいですね。故障ですか？静止画しか映らなくなってしまいましたが。ちょっと運営しっかりしてよ。早速の不手際だな。ウォーターガンバトルだからって水ささないでほしいぜ。本当よ、私を参加者に入れなかったり。ねえ、なんか大きな声が聞こえてこない？何なのでしょう。周りに何台もの浮遊カメラがあるのですが。私たちを撮影しているのか？どんなゲームだ。ますます謎だな。謎すぎる。若き忍び諸君、ようこそ BBS へ。早速だが、PBS の概要とルールを君らに伝えよう。PBS のルールと耳をかっぽじってよく聞け。 PBS の概要とルールってそれもわかんない。ようこそ PBS へ。私が司会進行のミスターケダ。キリア先生ですよね。ああ、横にいるのは鈴音先生だ。私たちの正体に関してはコンプライアンス上の問題でノーコメントだ。以後正体に関して質問した者は水着の面積がどんどん小さくなっていくからよろしく。それは困ります。ではミスター K、 TBS の説明を。 OK。 ここからですね。今から君たちに BBSピーチビーチスプラッシュをしてもらう。ビーチビーチスプラッシュ、それって何なんですか？何なんだろうな。簡単に言えば水鉄砲大会。難しく言っても水鉄砲大会だ。ピュッ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 と激しくやってくれ。なるほどね。水鉄砲大会？なぜ私たちがそんなことをせねばならんのだ。へい、やる方も見る方も超楽しい大会だぜ。それ以上の理由なんて必要かい？半ば無理やり召喚されてきたのだ。まともな理由の一つも欲しくなるさ。まあいろいろあるんだけど、それはおいおいということで。どんなゲーム？とにかく PBS が終わるまでは誰一人としてこの島から出れないからね。何が何でもやるっきゃないとってなわけだ。ミヤスノンキか。やるっきゃないとってミヤスノンキ先生が書いたヤングジャンプ。ああ、そうなんだ。従うしかないってことだね。スプラトゥーンなの？でもキリア先生たちが関わっているってことは、これって忍び関係のイベントなんじゃなくて。ユイガ好みのキャラクターは。そうですね。それじゃあルール説明だ。これルール説明ね。まず最初に一番大切なことを言うよ。スプラトゥーン、この島では必ずウォーターガンで戦う。水鉄砲の競技なんだから秘伝忍法とかは。そっか、それはもうそうだよね。おっと、スタッフから巻きの指示が出てます。時間もないんで早速オープニングバトルいってみよう。チェックだ。何するの？お着替えのアクセサリーを選んで三角を押すアクセサリーの設定。早いよ。オープニングバトルで優しく握ってピュッピュッと出すチュートリアルの最後まで。何？意味がわからない。5、4、3、2、1。何これ？始まってしまいましたね。何ボタンで？R2で。これでいいの？そうだよね。水鉄砲で戦うってどうすればいいんだろう。そこは安心してちょうだい。ウブな君たちのために私たちが近くでリゾートか。手取り足取りハウツー。 R で R ってどれ？まあとりあえず R ってどれ？あ、これで R2 とロックオンする。これ何をすればいいんだ。全然意味わからん。これで意味わからん。あ、これか。もう頭痛くなってくる。こっち向く、どうやって向くの？カメラを操作して
これでいいか、これでいいの、分かってよって、分かってるよ。これどうすんの、あ、これか。あ、これでジャンプね。で、どうすんの、あ、目的地に行く。え、これだけ空中で、あ、ほんとだ、あ、これでジャンプできんの。三角は三角、意味がある。これでいいの、スプラトゥーンみたいな感じ。これでクリアか。え、忍術使ってどうなんだ。う、訓練用道具ってこれか。わからん、もう頭くるこれ。これどうやって倒すの。あ、敵味方か。これで倒すの。ヒットヒット、これでいいか。これでクリア、あ、やっとクリアした。いや、わからん、発芸だから。これクリア？まだやんの？上手にできたでしょうか。正義の名の下、いや、わかんない。これ今チュートリアルでしょ？えい、ウォーターガンなどまどろっこしい。戦うんだったら私は刀を使うぞ。しこりながらやるわけねえだろ。だからそれはダメって言ってるでしょ。勝負はウォーターガンのみで。ウォーターガン以外の攻撃も最低限なら OK よ。いつもの癖でつい手が出てしまうことも。だって小村ちゃん、勝ちたいなら我慢しなくちゃだね。ならば仕方あるまい。まあそんな難しく考えることはないって。気軽に勝負を楽しんでくれたまえ。さあこのままオープニングバトルを続けるよ。夏のイベントをみんなで盛り上げようぜ。な、何これ、どうしてんの。どうだいみんな、今までと勝手が。そうですね、実際にやってみたら意外と大丈夫そうです。 OK、 それはよかった。なんといっても君たちにはこれから PBS で一番強いヌレヌレガールズを決めてもらうんだからね。名前が嫌だね、ヌレヌレガールズって名前が。一番強いヌレヌレガールズって、リョーナちゃん聞いただけでヌレヌレになっちゃうよ。話が進まなくなるから、バカ犬は黙ってなさい。もちろんちゃんとご褒美も用意してあるわよ。ご褒美。一番になったチームにはなんと欲しいものを何でも一つプレゼント。ヒューヒュー、すごい太っ腹、あげあげ。欲しいものを一つプレゼント。何でもって何でもいいのか。もちろん何でも OK。 家でも車でも地位でも名誉でも何でもカモン。どこまで本当かわからないけど、なんかすごい話になってきたね。何でもくれるんだ、優勝すると。ふんっていうゲームらしい。オープニングバトル第2話、ぬれぬれでアゲアゲだって。またこれか。アシカ舞い忍びます。5 4 3 2 1。何これ、一番になったら欲しいものがもらえるのか。
これはやる気が出てきたな。そうだね、アスカ。ただ念のために言っておくぞ、欲しいものとは関係なく私はお前だけには負けんからな。ホムラちゃん、それはこっちのセリフだよ。私もホムラちゃんには絶対負けないもん。それは無理だな。これ案件じゃないよ。無理じゃないもん。いや無理だ、絶対に無理じゃないって。絶対絶対無理だ、絶対絶対。あ、終わった？早っ。もうスプラトゥーンじゃないよこれ。目指すはホムラちゃんに勝っての優勝だよね。初プレイです。大勝利。いや本当初プレイだよ。元のゲームないよ。これで終わり。七原は体張ってんのにお前はテント張ってんじゃねえって意味がわからんわ。質問なって。ただのお遊びだと思って。そうね。テントなんか張ってねえぞ、こんなに。あれ？頭を使ってやらないと言う。イエス、その通り。実は奥深いんだよね、PBS はさ。ほら、どんどん楽しくなってきたでしょ？しかし、この勝負、水着でやる必要があるのでしょうか？何を言ってくれちゃってるんだい。そこが一番大事なポイントでしょうに。何を？水着、濡れ濡れ、テンションマックス。Do you understand？ キリア先生、はっちゃけてるね。日頃の鬱憤が溜まっているのだろう。そっとしといてやる。そうだね。いやこれステマじゃない。ステマだったらこれ引退するわ。発言だから。キスで早すぎて読めないんだけど。さあここでもう一つビッグなお知らせだ。この大会の様子はなんと YouTube で生中継されてるぞ。 YouTube？ 忍び専門の動画配信サービスのことか。その通り。この大会は全世界の忍びたちに実力を披露するチャンスでもあるのよ。そっか、生中継か。こんな話を聞いたらぐしょぐしょ忍びガールズはますます体がほてってしまうんじゃないかい。いいんだよ、いいんだよ、ほてっていいんだよ。ほてった体は水鉄砲で冷やせば OK さ。ほてった体はともかくとして、生放送されているのでは手は抜けないな。確かにそうですね。月戦の名を落とすわけにはいきません。水かけ、水をかける風ん。いざ尋常に証拠。4321 TBS ラオステージ TBS 好きかも。確かにやってみると意外と楽しいものですね。実り、あまりはしゃぎすぎて味方集体を世界にさらせる。次に何これ。わかってるってば。ユミちゃんのおっぱいめがけて発射。キャー、みのりさん言っても無駄だったか。どういう全然わけわかんない。誰倒せばいい。緑さん、そんなキャラいるわけねえだろ。少しずつコツがつかめてきたような気がします。ステージの名乗りか。もちろんバッチリお届けしてるさ。 4K
お肌の質から毛穴の中までバッチシくっきりとね。そんな恥ずかしすぎます。 4K ということは私の顔の小じわも。撮影班、私の顔のアップは NG だ。いいか、絶対だ。下手にアップを取ろうものならお前の命を取るぞ。鈴音先生からとてつもない殺気が放たれている。いや、まだチュートリアルだからさ、本番じゃないから。これはどんなゲームかって今お試しだから。これスプラトゥーンなのかなと思って。だんだんとウォーターガンの扱いにも慣れてきたようだね。初めてとは思えない上達っぷり。さすがは裏若き。ピシャーン。ハッボンジャオ。いきなりどうしたんだミス R。 なぜ私に水をかけたんだい。名前はちょっと、私もウォーターガンを触ったのが今回が初めてだけど、このように使いこなすことができるわ。つまり私も裏若き乙女、そういうことですね。いや、さすがにそれは無理が。裏若き乙女ですよね。そうですね。歌ぐらいで勘弁してもらったところで次に進みましょう。レディーゴー。何このゲーム。なんかソシャゲじゃなくて、あのプレステ4のゲーム。まだオープニングバトル。これどういうゲームなのか今でも戦うのこれ。3、2、1 PBS。 ミスターゲー、私はまだまだ若いですよ。むしろ今がちょうど食べ頃なの。全然わかんないんですよ。だからどうしたらですか、みやびさん。正直どうしたらいいの。こいつをやっつけんの。鈴音先生のあのような姿を見るのは初めてなのかな。この女あれ、失礼します。どういうゲームだこれ。まだ分からん。誰もが心の内に狂気を潜め。これスプラトゥーン。いいねいいね、その調子でどんどん濡れてっちゃおう。遠慮なんて1ミリもナッシングだからね。ヤギュー、ユノンさんじゃないですよね。あんたは私がびちょびちょにしてあげるわ。覚悟しておくのね。濡れ濡れになるのは俺ではなくお前だ。涙で顔をぐっちゃぐちゃにすることになるぞ。残念だけどそれは違うよ。びちょびちょになるのは絶対ヨーナちゃんだもん。みんな容赦なくヨーナちゃんに狙いを定めてね。あんたルールをちゃんと把握してるの。よせミラ、この女は何よりも欲望を優先する女。説明するだけ無駄だ。相手だわ。どんなゲームかまだわからんの。さーて、オープニングバトルもいよいよ大詰め。一つお聞きしたいことがあるのですが、とても大事な。ごめんなさい、気づかなかったわ。私とミスター K の関係のことを知りたかったのね。いいでしょう、お答えするわ。いえ、私が聞きたいのはこの PBS の目的です。
ミスター K、 この子たちに教えてあげて、私たちの関係について。え、私が聞きたいのは。そんなこと言われてもね。今はただ二人で司会やってるってだけでしょ。違います。この子たちはもっと私たちの本質的な関係を知りたがっているはずです。当然そのことには私も興味津々です。さあ答えてください。そろそろはっきり言ってくれてもいいのでは。待つのにも限界というものが。次に行こうか。早く急いで。質問の答えをごまかされたような気がするのですが。分からない。今でも分かりません。 このゲームがね、面白いかどうかっていうのもまだ分かりませんよ。ちなみに言うとこれ最終話どうすんの。レッツフラッシュ54321。レッツ、さあエブリバディ、さっさと始めちゃってくれ。ミスター K、 恥ずかしがらずに言ってください。今はストップだよミスアール。試合に集中、集中だ。もうミスター K ったら、チラシ上手なんだから。いいよ、いいよ、私いいよ。どうしたらいいんだろう。いや分かりません。練習なんかしてねえよ。やり込んでもらえば。これでオープニングバトルは終了だ。実況プレスでもまだ手探り状態だ。次から本番じゃない？ようやくあれは終わったから。ヒーハー！この調子で試合を重ねていけばどんどん上達していくはずだぜ。はい、そうだな。私にはその方が性に合っている。オープニングバトルが終わりってことは、これからが本番なんだね。ここから本番なの。よし、絶対に負けないよ。悪いが、私たちも負けるつもりはない。いろいろと不安は残りますが、もうやるしかないのですね。どのチームが最後に笑うのか。お前たち、いざ尋常に勝負だ。何これ。ここから始まるんです。さあいよいよだ。すでにびしょびしょになって準備完了の君たちには、ピーチビーチスプラッシュでナンバーワンを決めてもらうよ。その大会は名付けて P1 グランプリだ。 P1 グランプリ。B1 グランプリには予選と決勝トーナメントがあるからね。チームで勝ち抜いて優勝をつかみ取るのよ。あとはもう好きにはっちゃけちゃってください。ポロリも諸出しも大歓迎だ。いいえ、諸出しは NG です。皆さん、最後の一戦だけは守るように。ミスター K もあまり調子に乗らないでくださいね。そんな怖い顔で睨まないで。これから PBS を盛り上げようってのに恐怖で縮こまっちゃうでしょうが。あそこか。とにかく今伝えるべきことは全て伝えたよ。あとはスタートするだけだね。己の持つ力を全て使って勝ち抜きなさい。私たちはそれでは P1 グランプリ今開幕です。びしょ濡れ忍び出てこいよ。いや、ここまでまだ全然つかめてないんですよ。頭に入らないから。とにかく PBS っていうので、トーナメントで勝ち抜くと何でも願いが一個叶うっていう。ここまででスプラトゥーンケースって水鉄砲で、ここで終わり。
終わりなの。これ何選べばいいか、ちょっとやったことある人教えて。何選べばいいのこれ。あのシングルマッチ、マルチスプラッシュ、トレーニング、購買部、資料部とかある。更衣室、何これ。更衣室、シャワー室で選ぶの。でこれで何をすんのこれ。でこれキャラ選ぶの、もしかして。これどうすんのこれ。何をすんのこれ。すみません。何をするのこれ。わからんこれ。なんかまるでエロゲーやってるみたいになっちゃうんだけどさ、これやられると。わからないよこれ。俺が知りたいよこれ。何をしたらいいかがわからん。メインが何なのこれ。水じゃなくて泥でも我の顔にぶっかけてください。え、何これ。エロゲーじゃんこれじゃ。終わろう終わろう。意味がわからん。あとは何。キャラクター変更。これロリキャラはユイカさんしか喜ばないから。ちょっとこれでお着替えする。衣装を選んでいただけるのですね。何だよ。キャラクター調整。ああこういうことなんだね。でかくなったりするんだ。なるほど。 VR って何。あ、いいえ、これ VR 持ってないの。これでシングルで遊べばいい。あ、これストーリー。ストーリー。ミスタ、あの山、この桃少女たちが住む美少女でブラッシュパラダイス。これ何がいいの。ストーリーでいいの。この機能ストーリーモード、これでいいの。これどこの学園選ぶかでしょ。ちょっと待ってね。どこの学園選ぶかか。でも、ね、判断基準かな。これ分かんないんですよ僕。どれでもいいんですよ、はっきり言って。これどれでもいいけど、まあどっちにしよう。いいなこれ。何でもいいの本当に。この、これにするじゃん。こっちでリスナーさんのアンケートによりこれにしますか。エピソードを選びましょう。こんな馬鹿げた遊びでアスカたちと戦って、お金を稼がないとちゃんとしたご飯も食べられないしね。そうね、
このところ食事といえば雑草スープばっかりだし。雑草スープじゃありません、野草スープです。わしは好きやけどな。慣れると美味しいで、雑草スープ。だから野草スープです。まあ私たちがいつも空腹なのは事実だ。だが私たちは忍びだぞ。気合で何とかするんだ。ねえホムラ、気合も大事だけど、鈴音先生にお願いするっていうのはどう？先生なら力になってくれ。いや、それはできない。自分たちの力で立派なアルバイターになる。ホムラちゃん、アルバイターじゃなくて忍びでしょ。立派な忍びにならねば意味がないから。でしたら TBS P1 グランプリにかけてみるのはどうでしょう。そういえば優勝したら何でも好きなものをくれるとか言ってたわね。ならば優勝してもやし100年分をいただくのがいいかと。いや、そこはもやし100年分じゃなくてもいいんじゃない。肉か、肉100年分。100年分にこだわる必要もないけどね。まあ何をもらうにしても話は優勝してからやな。よし、やると決めたらやるのが私たちホムラグレン隊だ。優勝して何でもいいから食べ物100年分だ。おお、はい、ここから始まる。いや見てない見てない、リスナーさんに聞かせるために。あ、ここから選ぶんだ。誰選べばいいのかが迷うわこれ。これ誰選べるの、ミクかこいつか、この3番目か4番目か、これにするか。とりあえずこれにしよう。行きますわ。全然好みじゃないですよ、うん、ちゃんと両手使ってます、プレイしてます。敵を殲滅せよ。4、3、2、1、Here we go! ナイフで攻撃しても勝敗はつかんのやろ。ああ、決め手は専用のウォーターガンとやらだけだ。しかしこれはどう使えばいいんだ。どこに行けばいいの。鉄砲と一緒です、狙って撃つだけです。そこまで難しくはありませんわ。分かってはいるんだが。ホムラ、コツを教えてあげようか。いや、気合で何とかしてみせる。うおー、すごい。意味が、まだ俺どこ行けよ。あ、これでやっつけるの敵を。あ、カタカタカタ、ここで敵が隠れてるから、これを裏に回ってやるんだよ。攻めてる5人チーム。マスター、ほらほらほら、死んでいる人がいる。クリア。ケンケンがチンポ。どうだ、私たちの勝利だ。本当に気合で何とかしちゃうのが私たちのリーダーなのよね。ちょっと待ってね。
うわ、狂っとるわ、パイパン野郎。すいません、今ですね、チクランの、ですね、第3位の男がですね、狂った方されてます。パイパンにしたね、陰毛を剃ったチン、体でずーっと裸で踊ってます。ここまでやられたら叶いませんよ。うわぁ。もうね、驚きです。いや、完全に皮かぶりで、何がしたいの、彼は。ね、なんで A 番されないの？なあ。これ、おい、運営！ 26 分もこれ放置して許せるんか？なあ。運営さん、ここに、ね、全裸男が、パイパン野郎がですね、乾燥してますよ。おかしくないですか、これ。なんで許されるんですか、これ。乾燥男が。なあ。関東方家の乾燥男が。なんで許されるんだ、これ、運営は。え、これ、俺でも許されんの？じゃあ。なあ。芸術じゃねえんだろ、このもん。何が芸術なんだよ、こいつの。普通に、だってなんでバンされないの？運営さん、ちょっと、チクラン3位の男が、パイパンで踊ってますよ、これ。ねえ。封印された伝説の謝罪とか言って、謝罪じゃねえじゃん、これ、チンポ出して踊って。俺のゲーム壊す気か、これ。なあ、俺のゲーム、壊す気かよ、これ、マジでさ。見てんでしょ、これ。夏野さん、栗田さん。よし！止まった？あ、やっと聞いてくれたか。ありがとう、運営さん。ね。やっと俺の声が届いたわ。いや、なんで放置してたの、26分も。遅いよ、26分も放置してたらさ。つうかさ、永久でしょ、ほぼ。どうしたんだ、未来。なんか、だって30回以上バンされてるよ。あれで謝罪で許されるってのがすごいよな。YouTube で試合を生中継するって言っていたでしょ。いや、俺も。いや、対抗者だった、対抗者だった。なんかコメントがついてないかなって思って。悔しくなるよね、ああいうの見ると。やってくれたなって言って。悔しくなるよ。今日のあの案件より100倍面白かったけど。あそこまでやったら叶わないでしょ、普通に。だって自分の人生全てをかけてやるんだよ。まだ何もついていないみたいだね。 YouTube のコメントか。いや、できんよ、あれは。だって今後選挙に出るときにあの画像がピックアップされてね、送りつけられたら終わっちゃうよ。なるほど、確かにこれは鈴音先生の言ったように。これチャンス。そうだ、 YouTube を通じて私たちの活躍が忍びのお偉いさんたちの目に留まるかもしれん。そうなればケンケン忍びとしての仕事依頼がじゃんじゃん来るぞ。ケンケンってケンケンってさ、どうやって生活してんの？仕事してないんでしょ。どうやってお金稼いでるか逆に知りたい。そんなにうまくいくかな。ケンさん、仕送りか。あ、親が金持ち、まあ、家見たら金持ちだもんな。2階建ての庭付きでさ、親が金持ちだから。未来の言う通りね。 YouTube には強い忍びの動画がもうすでにたくさんアップされているわ。ただ強いだけじゃ。そうか、目立たなければ意味はないしな。いいチャンスだと思うのだが。じゃあこっちはね、このゲーム、スプラトゥーンみたいなゲーム。あれ S？ これやらせ？ S クラス？パックが手に入った。これ開封するの？なんかもらえるの？これカード開く、シングルハンドガン。何これ、レアカードとかないの？これは
課金なんかするわけないだろ。絶対課金しないよ。ケンケンじゃなくてもチンチンっていう名前改名してさ、チンポだ再生しとけ。みんな聞いてくれ。ケンケンだったら。この大会での私たちの目標はニコニコ生放送で優勝と仕事の確保、この2つだ。エロゲじゃねえよこれは。優勝はともかく仕事の確保、問題はそこだ。 YouTube を利用するにしても他の忍びよりも目立たないといけ、普通の動画サイトだと丸々してみたとかのやってみた系動画が人気だよね。丸々してみたか。忍びがコンビニでバイトしてみたっていうのはどうだ。それって面白いっていうかまんまじゃない。そうか。丸々してみた系最近やってないな。みんなも何かアイデアはないのか。丸々してみた系はニコニコ動画が初です。えい、私の胸を触ってどうしたのですか。エロゲーなのかな。ヨミさんのおっぱいを揉んでみたっていうのはどうや。わし感情がないからよくわからんけど、世の男たちはこういうのが好きなんやないか。そんなことないでしょ。ダメダメ、エッチなのは運営に削除されちゃうよ。宣伝にもならないって。そうか、難しいもんやな。だったらどうすればいいんだ。私たちが目立つ方法はないというのか。そんなことないわよ、ホムラちゃんにはあれがあるじゃない。あの面白いネタ。芸人じゃあるまいし。持っとるで。ありますわね。うん、ホムラのあれならきっと目立つって。お前たちまさかあれを私にやらせるつもりなのか。何、誰選べよ。誰に選べばいいかもう分かんないよこれ。ケンケン、あた消えた。ユノンもいいよ。じゃあユノン選ぼう。いくぞ。敵がどれかがわからん。こっちにいるぞ。ここにいたか。これでこれ取るのか。あ、視聴者も盛り上がってきたわ。終わった。
これ盛り上がります、このゲーム。このゲーム盛り上がります。これ一人で、これこそローモバと一緒で一人やるゲームなのかな。盛り上がってるます、これ。ネタを披露など本当はやりたくなかった。どうして？前はあんなにノリノリでやってくれたのに。考えてもみろ、お前たちは私のギャグに慣れている。しかし忍びのお偉いさんたちは私のギャグは初体験だ。耐えられると思うか、嵐のような私のギャグに。もし笑いすぎて心臓発作でも起こしたら忍びの仕事どころではなく。バカ言ってないで、ほらカメラが来たわよ。やるしかないのか。はーい、 YouTube ご覧の皆さん、私はホムラです。いきなり変な日本語。では勝利を祝して一発芸をやります。すぐ元に戻った。わけわかんないわね。待ってください、ホムラちゃんが6本の刀を取り出しましたわ。出るで、あの技が。ホムラ流携帯模写術、非奥義ハニー。からのさら回し。ああ、ホムラが6枚の皿を6本の刀で回してる。これは新ネタです。はい、いつもより多く回しております。でもまたいいっすよ。またカードももらえるの。何これ。いや、これなんかスプラトゥーンみたいなゲームなんだけど、どうせ見てる視聴者はさ、水着ギャルのさ胸しか見てねえんじゃねえのかなと思って。どうだ、 YouTube の反響は。俺はストーリーとゲーム性楽しんでるんだけど。ホムラ、それが、その言っておくがな、受けるのは忍びの仕事のみだぞ。お笑いの営業とかはお断りだからな。仕事の依頼は来てないよ。動画の再生数は最下位で、コメントも全然伸びてないんだけど。なに、カニ&サラ回しが受けなかっただと。そんなことあるわけがない、あるわけがないんだ。ホムラちゃん落ち着いてください。次の予選3回戦では私が行きます。ホムラちゃんだけに恥をかかせません。ヨミ、気持ちは嬉しいが。ええ、もちろんです。私、賞賛なき戦いはいたしません。お腹が減るだけでもったいないですから。うん、なんだかわからないがすごい自信だ。これでいこう。でもデッキ編集できるな。ご自由にお選びください。あ、ここでデッキの編集できるじゃん。これでこれ強そうだ。どれにいたしましょう。これ買わなきゃダメじゃん。こういうことだ。
いや、僕も変えないよ。これで出陣行きますわ。いや、これ案件じゃない、案件だったら俺引退します。いや、課金なんかしたくないよ。前みたいにさ、一通だったりメールが来るだけで300円という課金してさ、えらい目にあったわ。なアイドルマスターというゲームで何だったんだろう。アイマスクゲーム、参ります。5、4、3、2、1、レッツ。安心してください、ホムラちゃんの仇は絶対に取ってみせますわ。かなり自信があるみたいだが、どんな芸をするつもりなんだ。それはまだ秘密ですわ。そういえば、ピヨミヨ姉ちゃん、さっきごそごそと何か準備してたけど。準備？意外と王子化けのネタなのか。敵がいないな。これさ、あ、分かったもん。これあれ、あのゲームに似てるね。なんかあの自分視点でさ、武器集めてやっつけるゲーム。なんかあ、なかったっけそんなゲーム。どこに行けばいいんだこれ。敵がどれか分かんない。全然わかんないですよ、これ。どこに何が。あ、ここ。あ、倒れてる。誰か、蹴る。真剣にやってもこれだけですかね。真剣にやってるのは私だけですかね、このゲーム。全開に真ん中を開いて。もっとサービスカット。あ、終わった。私たちの勝利ですわね。読み、あとは任せたぞ。お任せください。いや、よくわかんないですよ、まだ。私渾身の芸を披露いたしますわ。誰が見てんのこれ、ちなみに。この放送勝ちましたわ。苦痛？ゲームやって苦痛って、それあのグラサン女のローム場の放送と一緒じゃねえか。やめて、うん、俺も だんだんあのつらみが出てきてる。ヨミお姉ちゃん、カメラが来たよ。では参ります。私、かき氷の大食いに挑戦したいと思います。いや、飽きてもない。大食い、しかもかき氷だと。はい、かき氷はどうせ見てるやつをかけなければ。エロシーンしか見てないんでしょうね。ほとんどお金がかかりません。それでいて、大食いの中でも最高難度と言われる一品、目立つこと間違いなしです。うわー、なんて量のかき氷を用意したんだ。でもかき氷を大食いなんてしたら、ミヨミお姉ちゃんのお腹が。無事ではすまんやろうな。元より覚悟の上です。わかった、ヨミ、
骨は拾ってやる。命尽きるまで。はい。しかしヨミはどうやってあれだけのかき氷を用意したんだ。確かにそうね。ここって飲み水はペットボトル。ヨミさん、ちょっと前にプールの水を汲んでたで。な、何？それじゃああのかき氷はプールの水。ええ、ヨミやめろ。そんなかき氷を食べたらお前の腹は本当に。皆さん心配してくださってありがとうございます。でも大丈夫、貧民街で鍛えた私のお腹はプールの水ぐらいで壊れるものではありません。これカグラって何？そもそもカグラファンがやるゲーム。カグラって何ですか？これがもやしの力ですわ。これね、キャラゲーじゃないだろうね、まさか。あのキャラゲーだったらもう俺キャラゲーあまり好きじゃないんですよ。キャラゲー、キャラクターゲームね。キャラゲーなのかなこれ。キャラゲーかもしれない。確かちょっとじゃあこれもういいや俺。え、これキャラゲーじゃった気がするわ、下手すると。資料をご覧になられるのですね。全然クリアじゃないか。これ購買部って何？また来てくれたんですね。これ本当に300円か。これにしますか？あのゼニーが足りてないみたいですよ。今後ともあやめた購買部をよろしくお願いします。トレーニング。いやもう長い。戦乱神楽ピ物語の続きです。もう長い。もう終わろうかなと思ってるんですけど。他のゲームやろうかなと思ってる。メイクが。何のゲームかが今でもわからん。これ勝手に動くんだけど。あれ？何をしたの？終わっていいですかこのゲーム。メイクが。じゃあ終わります。これよくわかんないゲームなんで、ちょっと終わりたいなと思います。すいませんでした。このゲーム面白いかなと思ってやったけど、ちょっと配信向きじゃないってことが分かったんで、申し訳ないですけど、ローモバジャーと一緒で、ちょっとあの配信向きじゃないんで、個人的に、楽しんでください。はい。この後はちょっと、個人的に楽しんでください。これ配信向けでやると、なんかいろんな意味で自分にとってもマイナスが大きいし、今後の、将来にちょっと、傷ついちゃう可能性がありますんで、はい。1時間10分やりましたが、ちょっとよく分かんなくてごめんなさい。よく分からないまんま、ただ明日ね、朝早くから
旅部があるんで、ちょっとこのまんま他のゲームやる、他のゲーム一回これね終わらなきゃいけなかった気がするな。他のゲームなんもないもん。あとなんかあったっけ。 GTA はあのソフトがねどっか行っちゃったわ。 GTA かソフトがどっか行っちゃったんだよ。デトロイトって前やったじゃん。あ、どっか行っちゃって探さんのよ。グランドセフトオートね。あ、あったあった。グラセフ。グラセフって面白いかそんなに。グラセフって。これこのままソフト入れれたらできるんだっけ。いやこれ案件じゃないんで、どこぞのね、俺のことをあの人やばいよねって言ったグラサン女が俺に向かってね、下ネタしか言えないグラサンかけた、なんか東北の女が俺のことをね、あの人何も分かってないくせにね、あやばいよねって言って俺のこと名指しでね否定した、ね、下ネタ大好きの女と違って、私は暗記なく自分でねリスナーさん売りたくないもん。下ネタと質問しかできないような気色の悪い人と違うんだこれダウンロードが結構長いんですよ。毎回毎回。これグランドセフトオートでしょ。これ黒人。主人公ってよくわかんないんだよな、このゲーム。あ、これちなみにクリショーも入りません。ゲームすると、プレステ4でゲームするとクリショーも、投げ銭も一切できません。最初からね。番組終了してもですね、クリショーの画面が出ずにそのまま終わるから。だからクリショー1円も入りません。なんでかというと、ゲームだから。他人のゲーね、他社の作ったゲームを勝手にプレイしてるから、クリショー1円も入りません。プレステ、4からのあれだと、ドキドキ文芸部はビッグニートに返しました、あげちゃった。でもドキ文はね怖いからやらない。あれはね、あ、家にあったわ。そうビッグニートに返したけど、ビッグニートがいらないって言うから、また戻ってきたんだわ。ドキドキ文芸学園ってやつは、やだやだやだ、もうこう二度とやりたくない。怖いから、怖いゲームはやりたくないんですよ。あれは心臓に悪い。もう俺本気で大声出したからさ、あれで。ゲームで今までさ、バイオハザード7とかで何ともなかったけど、あれはやばいよ。やりたくない。つか日本のさ、ゲームってさ、表現の自由がなくて、バイオのさ、みんなで飯食って、気持ち悪いグロテクスな飯食ってるゲームあったじゃん。あれって実は、海外だとさ、警察官がさ、やってきて助けてくれると思いきやし、殺されたけど、海外だとさ、鍵を探すときに、生首の首を切ったところに手をグニューって突っ込んで、そこから鍵取り出すとかさ、そういうシーンが全部カットされててさ、あんまりね、表現の自由が、保たれてないんですよ、欧米版と違って。だから嫌なんです。ちなみにこのゲームも表現の自由で。 I've got somewhere to be. I was gonna order dessert. I guess you'll be enjoying it alone. これなんつってんの。
これね、どこに行くかっていうのがもう分かんないんですよ、すでに。こいつ仲間かな。Yeah, whatever. Are you kidding me? これ仲間じゃなかった。これどこに行けばいいかがもう、いや、ルールが分かんないんですよ、そもそもが。だって始まらないんだもん。だってどこに行っていいかとかさ、教えてくださいよ。だからこれこそどこに行けばいいの、これマジで。マップを見るの、何ボタンで見るんですか。マップ忘れちゃったわ、やり方そもそもが。マップって何ボタンで見るの。これに車に乗るんだって言うけど、左下？あの車追っかけるんかな、もしかして。なんか今点々としてる車が入るんだけど、あれ追っかけんじゃないの。カーチェイスやって。これ、あれこれ警察官だよ。もう逃げるしかないよ。このハゲ死んだじゃん。この薄らハゲが5分も経たんうちに死んだ。いや本当に分かんないんですよ、初プレイだから。よそはよくは、いや昔でしょ、オープンレクの5、6年前だろ、こんなのクリアしたので。やり方 さっぱり忘れて、マップを開くのね。教えてください。じゃあマップを開くのね。マップって何ボタンで開くんだったかな。マップって何ボタンだっけ。うわ全部忘れたわこれ本当に。 R ボタン、拳銃ってんじゃん。違うわ、どれだ。拳銃ったからまた警察が来るだろこれ、うん、教えろってマジで。ルパンみたいになってるよ、俺もう、ただの。R2 を、R2 だと拳銃撃っちゃうんだよ、これ。隠れてんだなきゃいけない。これ、拳銃どうやってしまうんですか、ちなみに言うと。R1、L1?病院入れないの。
かんないよ。いや、いい。ちょっとマップの開き方教えてください。マップの開き方だけ。何でもいいからマップの開き方を教えてください。マップ何ボタンで開くの？本当に忘れたわ。マップがわからんとどうにもならん。R3 ってのはどれ？どのボタン？本当にわかんない。どれ？マップって何ボタンだよ、これ。スタートボタンじゃないよ。あ、スタートボタンだよ。スタートボタン。で、どこ行けばいいの、最初に。な、で、スタートボタンで。ストリップ行くの？で、ストリップ行って何もなくなかった？マップで、これフランクリンに会うんだっけ？どれやるんだっけ？誰か覚えてる人います？ F に行けばいいの？フランクリンに会うの？これってねえ、 F にストリップ行ったって殺されるだけだもん。フランクリンに行くの？ストリップに会うの？本当かよ。じゃあこれ違ったらもうやめるね。ストリップ行ってもし違ったらやめますよ。じゃあストリップもないです、これ。あった方が。ストリップ行って何度もなかったらもうやめるから、このゲーム。リスナーが嘘ついたってことで。どこに行くか、あのストーリー進めたいんですけど、先にストーリー進めたい。F が F って書いてあるじゃん、手前に。先に F 行っていい？ないです。これ先に F 行った方がいいでしょ。あれ F 行けないかな。あれ F 消えた。こっちか。ここ F。ここで入るのかな。ここに行くの合ってるのどっから入るの。で、どっから入るのか教えてほしいんですけど。じゃ玄関からどうやって入るの？入れないんですよ。いや本当にプレイのがね久々すぎて覚えてないんだわこれ。
このミッションはフランクリンでないとできないというか、ね、これフランクリンとなんかチェンジする方法なかったっけ、キャラクターチェン、キャラチェン。何ボタンで切り替えるの、何ボタンで切り替えるんだっけ、十字キー、十字キー押してるよ。いや切り替えられませんね、下ボタン押してるけど出てこない。っていうことはまだキャラ一人しかできないじゃんこれ、残念。下ボタン長押ししてる。あ、できたできた。あ、そういうことか。ありがとう教えてくれて人。これでこの黒人に切り替えるのね、ここで。始まらないんですけど。これ何すればいいの、この、これで。こいつ何をするの、まず。もう一回 F に行くの、教えてください。どうすればいい。F に行くのね、ありがとうございます。何ボタンで地図出すんだったっけ、スタートボタンだっけ、あの地図のボタンって何ボタンだっけ、地図のボタンって何ボタンだっけ。難しいんだよこれ本当に、このゲーム操作が忘れちゃったもん。スタートボタンだと止まるんですよこれ。あ、そう、スタートボタンだ、ありがとうございます。スタートボタンだで F に行くのね、ありがとう教えてくれて、親切な人ありがとう。で車盗むんだっけ、これ一人だったらクリアできねえよこれ。何時までね、もうやめるよ。あ、車が落ちてる。慣れてないからさ。これで、あ、もうすぐ F。で、ここで F、こいつの家に入るんでしょ？何これ
黒くて見えないんだこれ、あの暗くて分かんないんだよこれ。どっから入るのこれ。いや暗くて見えないのこれ入り口が。で何ボタンで開けれるのこれ。家違うんかなこれ。それか、だ電気ついてるもん。こっちかな、分かりづらいよこれ。ここに入るんかな多分。あ、入った入った。場面が変わるんかな。But you know what? It's getting to be a bit much. I have no idea how you cope. Of course I cope. I'm a woman. Ain't that the truth? But girl, I done done all that I can do. But you know how boys are. Wait a minute. Oh, girl. Whew, hey, how much further? We ain't even gone 5 yards yet. Okay. I know. I'm just asking. This is spirit walking. Exercises body and soul. It's all the rage.We are women and we are free. Free in the end. We are free. We are women. これフェミニストじゃん。加藤純一の嫌いな。Damn. F, is that your auntie? Yeah, thank God I missed her crazy ass. She's spirit walking this shit now, man. That's just her attempts to. Hey, hey, don't be talking shit about your auntie, man. She got. I mean, she cool as a motherfucker, man. Come on. Come with. We gotta go pick up some shit from around the corner, man. We can walk and talk at the same time, my nigga.Why the fuck we can't drive? Around the block with Chop? You need to walk with your fat ass. Yeah, okay, you tall, linky son of a bitch. Come on, homie, we ain't got all day. Let's go. For sure, but what you got up? Kidnapping, fool. That clown D. That OG fool from Ball. Dog, I told you, no more gangbanging retro vengeance bullshit. I'm trying to make some fucking paper.You gonna make some paper, Lo. And ain't nobody out here gangbanging. It just look like that. You gotta know the difference, man. Fuck, man, great. My aunt would be very happy, homie. She wants me dead anyway, so she can get the fucking house. You driving. これで車乗るんでしょ?バンに乗れ。Get in the van, Chop. Get in the van. Good dog. ラマーって誰?これで行く。やっと行けるじゃん。あ、ここに黄色の線に向かって行くのね。わかりやすい。こういう説明が必要だよね。プレイヤーに対して。Hey, I like your dog, homie. Me and Chop got a lot in common. Yo, annoying ass. Man, I'm carrying both of y'all asses, homie. Look what I set up. Man, fuck this, man. You seen Tanisha? She's straight. It's me and you that ain't straight, though, homie.Dog, I know, homie, but look, I met this contact, this white dude. Real serious dude, man. This motherfucker know the streets, homie. I know he'd be a good hookup for us. We don't need no hookup, fool. I know these streets. You know these streets. Man, all you know is dime bag hustling, credit card stealing, boosting gas tankers, homie. Come on, man. What you trying to be some fucking commodity trader or something? Fool, that shit went up, man.Look, homie, I don't mind dying, you feel me? But I just want to die over something that matters, homie. Yeah, you're going to need to form gangsters should really be about. And I know this much, the motherfucking OGs ain't even giving a fuck about us, though. Man, fuck the OGs, Dean. You know what I'm saying? This ain't no motherfucking pyramid scheme. No, wait, hold on. Listen to your boy one time. Listen to your boy. You want some paper, my nigga? This is what it's about. Check it out. I'm talking about 40,000. No problem. Cash in hand, 2 days' time, no killing, nothing.No, just start another beef with the fucking ballers, nigga. That's class A felony bullshit. We gonna keep our disguise on. Ain't nobody gotta know it was us. Ain't nobody gotta know it was us. I've been told he up in the alley. どこに行くんだ俺。Chop a free spirit. He bark all he like. こ。What's up, boo? Ain't you little Laida's cousin? Yeah. Damn, short-witted. I was just saying, I was trying to holler at you. You ain't hollering at nothing over here. Why has it got to be like that? I'm an OG. An OG, so what? So the fuck what, nigga? It's a million OGs. Well, shit, how about I put one of these little X pills up your ass, crack?
Next thing you know, you're gonna be begging for it, boo-boo. That's disgusting. What's happening now, D-Man? Ain't no fun if the gangsters can't have none. Man, fuck you, Mark. I ain't sharing no ass to CGS. Ain't nobody sharing nothing. Man, shut the hell up, fuck bitch. Fuck you, nigga. Man, fuck y'all. Fuck hey, you. Ain't there a law against you, Mark-ass, gangsters, insignia, mask wearing motherfuckers? Oh, so what's up now, nigga? You snitching or something, oh, nigga? Oh, shit. Bitch ass nigga. Fuck you, nigga. I'm out of here. Fuck hey, y'all, get bitch. That nigga. Come on, let's go. おかけんのこれ。Go, go, get in the van. You see what he driving? Man, we in a van, motherfucker. We fuck. Oh, gangster, we got this. ここで赤いのをおかける。OG's getting away. 任せて。カーチェイスなの得意中の得意ですよ。私の。You say something, folks. We could have creeped up on this nigga. You see, he's a big black motherfucker, nigga. Your creeping days is over. Back up. Do that weird, like, focus shit you do. Motherfucker jumping left. Don't overshoot that shit. Top me, suit motherfucker. Hey, why we choose this mark, homie? I don't know. It's an opportunity. Why not? Man, I don't know. We just chasing the bitch. I thought it might have been for a reason. 40,000, nigga, that's the reason. Man, look at this shit, dawg. We chasing another motherfucker on a motorcycle. 邪魔だわ、ここに。電信柱が立てやがって。どこだいじゃん。早く逃げられちゃう。Man, the homies is lame. Yeah, so we not. Cops on their cell phone as soon as they made the ransom call. Fuck! Triangulated the signal. Ghetto birds all over the place. Surveillance, my nigga. Oh shit! Damn! He got fucked up! I took my time. Man, hey Chop, go get that fool! Nigga, you just sitting your ass there with your feet kicked up! Come on, Chop! Come on! Go bite his ass! Get that motherfucker, Chop! Get him! どこ行くの？あれどこ行くのこれ。青い人についていけばいいのかな。あ、こっちか。なんで終わったの？いや、わからないよ。登ってたんだよ。犬がいた。この犬についていけばいいんだよ。うら。ああ、いるだろ。個人だな。どこ行った？見落とさないよね。どこ行ったんだあいつ。チョップって誰？捕まれよ、早く。じゃ早くつく。
こい早く探せとこの犬。犬のことでしょ、トップって。貨物車両を開けて隠れてなかった。どれだけんのこれ。Hey, chop. That smell like a baller. Hey, chop. That smell like a baller. You in here? Shit. This motherfucker empty. We in this together, chop. Let's go.どこにいんだよこれ。このムカつく音楽 BGM 何これ。この舐め腐った BGM は。どうやって開けんの。ちょっと早く犬がどこに開けんのこれ。貨物列車って誰か教えてください。いや犬についてってんだけど。あ、犬あ、これ交尾始め、追っ始めたじゃんこれ。だってどうしたらいいの。チョップの後ろに。This ain't time for humping, Chop. Come on, man. Lamar sure ain't been training your ass, has he, boy? Get back on that fat motherfucker, Chop. Come on, smell that stinky motherfucker. ここかな? Where is he, boy? Come on, where is he? Lay down, bitch. You scared of dogs, nigga?で、追っかけるんでしょ、この黒人を。Don't hump him. Bite his ass, chop. Get him. Nah, man. We got some stinky ass. Fuck you, son of a bitch. That bitch just fucking bit me, man. Shut the fuck up. Hey, man, get over here. Oh, shit. What the fuck, man? I ain't got no beef with the CGF. Because maybe we doing our own thing. What the fuck, man? Hey, Lamar Davis, is that you, nigga? Nigga, shut the fuck up. Just get in. Yeah, that's you, nigga. Fucking idiot. Shit. I said go. I had no beef, man. Shut the fuck up. Hey, man, what the fuck? Watch you, boy. Get this fucking dog away from me. Come on. Fuck. Hey, if you don't train Chop, he gonna be a lost cause like you, dog. What are the good young? You gonna stash this dude in my spot. Damn, homie. We going back to your crib? I've been there when you was in diapers. Shut up, man. You ain't recognize me. I knew it was you before you took that flag off. You always been dumb, Lamar. Really? Well, I guess that means we gonna have to shoot your ass when we pick up our 40 stacks. You ain't gonna pick up shit. Fans gonna be on you before you can even move, nigga. Be quiet. I gotta make a call. Got your boy. You calling them on the cell phone, you dumb motherfucker? They gonna trace this shit in a sec. We want 40,000. Is pay me or pay the funeral director, motherfucker? What the fuck you done done? You just gave them our location. Now we gotta let this motherfucker out of here. Huh? あれ? Get the fuck out of here. 黄色が消えた? Give me that damn phone. What the fuck? Fuck you up!I'll be seeing y'all soon. The only reason you've been seeing shit because we went easy on your ass. Remember that, dawg. Oh, you owe me a bike, do you, motherfucker? That's some bullshit. Take me down the cut. What the fuck is wrong with you, nigga? I was getting us paid. What the fuck is wrong with you, nigga? That was a good phone. A good phone?The cops was all over, nigga. Could have swallowed my card. Try to triangulate that. All right, motherfucker. You the motherfucker. You better watch out for them ballers. They gonna be on you now. The cops gonna be on your ass too. Yeah, I ain't worried about it. I'm a motherfucking gangster. You know how I do. これクリアじゃない? オンラインできません。
No the fuck you kids ain't。ゲーム実況難しいですよ。どうすんのこれで終わり？あれなの？で次どうするんですか？あ、F に行くの。なんで F に行くんだ。それが終わるかも。不審者と変質者って何？これやっていい不審者と変質者っていうタイトルとかあるんですけど。オンラインってどうやるの？うちオンライン入ってないよ。俺オンライン入ってません。オンラインってどれ？あ、これ？オンラインって。できないでき、オンライン入ってないもん。アップデートでもしてないし、このゲームの。いや、アップデートしてないからさ。そもそもが。課金してない。ストーリーやりたいんだけど。もうちょっとやるわ。もう明日早いから寝なきゃいけない。面白いね、このゲーム。リアルで。何年前のゲームなんだろう。いや、このゲーム面白いじゃん。クリアできんかったけど。So you say? Anyway, Magenta is reinvigorating my femininity. So make yourself scarce, boy. Go. Go. With pleasure. Go. Good. And stay out of trouble. Yeah, yeah. Bitch, you ain't no more of a man than me. I hear that. Gangsta shit, nigga. Look who's bizarre. What's up, fool? Had it with it, man. Oh, no, no. Show some respect here, nigga. That man, he couldn't hold down his back. Come on now. Damn, man.I gotta spend my day with another middle-aged fool trying to recapture his youth. どのリンク踏んだ？うちはリンク踏ませません。安心してください。うちは下のね、ダウンロードからしかリンクしちゃダメですよとかいうね、そういう誘導をしませんので。You got jokes now, huh? Hey, but I see you doing well for yourself. Check that on out. Shit, I'm doing just fine. That's what I hear.But I know some sweet boys up in the pen that got bigger balls than you. Oh, you been doing your time looking at sweet boy balls? Oh. Yeah, it's good to have confirmation. This funny fuck. Why you keep hanging around this clown, L? Shake this fool, we man. We from the same set, Stretch. Why y'all niggas can't get along? Y'all been doing this shit for years, man. You know what, dawg? It's good you back home. Glad you here. Missed you, boy. Damn, you definitely got hit up inside. Hit up? Hey, hey.Yo, motherfucker, I know little niggas like you been turned out on the daily. Talking about being hit up, nigga, I swear, man. You ain't got no motherfucking respect. Motherfucker, I got respect for reality. Reality? Alright, alright, you keep thinking that. Just keep thinking that, nigga. Shit, you gonna get yours. Fuck you. I swear, man. Presents, come on, man. Cool out, chill, man. This motherfucker get on my goddamn nerves. The nigga get on my nerves too, man.Part of the nigga charm, man. F, come on, man. Let's just bust a move, man. You gonna drive or what, pimp? Drive where? Pick up this heat, nigga. Why? Business, nigga. Real business. Come on, bro. Y'all niggas act like girls. Shit. Not me, shit. Ammunition, come on, let's go. Yo, I need to holler at you.
Shit, homie, you gonna drop all that bread on that gear, you might as well get a haircut too. Fucking crazy-haired microphone motherfucker. I got a microphone I can shove right in your prison pocket. Nigga, you walk like you Keister and shit anyway. You know, when I went away, you punks was little homies, and I was a big homie. Now I'm out, and you little homies is big homies. But you still gotta respect. Man, what the fuck this nigga talking about? We all big homies, but he bigger, right? Exactly. Man, that's some fucking pyramid scheme bullshit. Pyramids is good, man. Illuminati Pharaoh shit. Soon as we get this shit, as soon as we get paid, homie. Soon as we get incarcerated, more likely. Ammunition. Armorer to the stars. Hey, what's up, man? Firing range is in the back, and all our weapons are customizable. Oh, hell yeah. You can trick your blam-blam out up in here. Quit all that. Just straight up artillery, man, all right? Hey, would y'all shut the fuck up? I got this, you clowns. Ooh, homie, get the shotty with the flashlight on. Hey, you got cash? Oh, you flat, homie? I would think you was fiending, but ain't no fiends that fat. Take this cheese, you old broke-ass bitch. ポンプ式ショットガンと専用のライトって何これ？ポンプ式ショットガンと。Let's do this shit. Why the fuck am I the only one buying this? Cause we got sheets, homie. Now shut the fuck up and come on. わかんない。ポンプ式ショットガンってどれ？ Hey, listen up. I want to be crystal fucking clear. Nothing he buys got anything to do with us. ショットガンってどれ？ We got felonies and...見たことないんですよ、ショットガン。あ、これ？ポンプ、あ、これか。There it is. Okay. So now you get the flashlight. We ain't window shopping. あとは？あと何書いてたっけ？It's hot as hell up in here, homie. 手榴弾って言ったか。Real shit, my nigga. We could buy this shit, go to Mexico, take that shit to the bank. Hell no, nigga. あとなんだっけ？ Ain't nobody doing that shit.We legit as a motherfucker on this right now, man. Just chill. You gonna buy that shit? I don't know. ちょっと終わりますこれ。終わりますね。ありがとうございました。よくわかんないですよ、俺も。何買うんだっけ。Hell, you work in a shop like this all day long without feeling the need to grab a gun, just walk out the door and shoot somebody. 延長しないもんだって。They do a sight test to make sure people working here don't do shit like that.ポンプ式ショットガンとライトどれ？ライトってどれ？ライトがこれ買い？ライトがないってさ、これ。Let's do this shit。ライトが。ショットガンのライト？ショットガンのところにライトがあるの？ We ain't window shopping. ないじゃん、ライト。パラシュートじゃない。ないじゃん、これ。もうこれさ、頭痛くなんだよね、ライトがないと。終わり？ショットガンを見るの。はい。何ボタンで、あ、これで見て、これショットガンにライトどうやってつけんの、これで。ショットガン選んでます。はい、選びました。こういうゲームが分かんないんだよな、本当に。買ったよ、さっきショットガン。店のショットガンを改造する、どうやって改造すんの。フラッシュライトだ、これね。どこに売ってんの、ライト。ほんと腹立つゲームだ、これ。わかりづらいもんだって。You gonna buy that shit I don't know nothing about? いやもうわかんないわ。どれ？誰だこのゲーム作ったやつ、マジでさ。
じゃあショットガン選んでるんですよ。ほらこのアイテムはこ、ヒカルさんとかじゃん。どれショットガンって。ポンプ式ショットガン買いました。ポンプ式ショットガン。Man, let's do this shit. あ、これか。か、買えないんだって。なんで買えないの？終わります。ありがとうございました。